ずっと、ずっと昔の話。妊娠が発覚してから、すぐ、夫が事故に遭って亡くなった。実感がわからないまま、バタバタと過ごし、葬儀やらなんやらが終わってからは、お腹の痛みもあって、引きこもりながら過ごしてた。そんなある日中学の頃の同級生から、遊びの誘いの電話が。もともと仲が良かったわけでもないし、妊娠していて調子が悪いからと断った数日後チャイムが鳴った。モニターフォンなんかついていなかったのでドアを開けると子供が飛び込んできた。私が尻餅をついていることなんかお構いなしに家へ入っていく元同級生とその子供たち。帰れと言っても聞かずヒーローごっこをおねだりする子供と台所を漁る元同級生。どうしたら帰ってもらえるか悩んでいたら、有望有望うるさかった子供たちに足を引っ張られ、尻餅をついたところお腹へ飛び乗られた。急にお腹の痛みが強くなり、タクシーへ飛び乗り、病院へ実家へ帰ろうと引っ越し途中だった。ダメかに盗まれるようなものはないと判断。病院では何もできることはないから安静にするしかないと言われ、そのまま実家へ避難。次の日、起きたら流産していた。そこからは、毎日ぼーっとしていたんだと思う。何をしていたか全然覚えていない。上記のことがあってから3年ほど、知らない番号からの着信に出ると元同級生。電話の内容を要約すると、子供が女の子を妊娠させた。結婚できる年齢じゃないから、結婚はしないけどするようなものだから、結婚祝いと出産祝いよろしく。ついでに、新品のベビー用品持ってるよね。それももらってあげる。とのこと。この時夫が亡くなってからのことがバーッと浮かび、初めて泣いた。あんたのせいでと怒鳴った。気づいたら電話は切れてて、後ろで母が泣いていた。喜んだらいけないんだけど、あんたが泣けるようになって、怒れるようになってよかった。と言われ、朝まで一緒に泣いた。もともと、腹痛はずっとあったから何もなくても同じだったのかもしれない。足を冷やさないようにと、もこもこの靴下を履いていなければ、子供の力じゃ転ばなかったのかもしれない。ドアを開けるときにチェーンをかけておけばとか、いろいろ何年も考えたけど、やっぱり無理。死ぬまで、あの家族を恨み続ける。その後、未だに夫が忘れられず、妊娠するということに恐怖を感じるのでそっち方面は諦めていますが、やりがいのある仕事やいい人たちに出会え、多少は充実した日々を送っています。